こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も参考者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、空手にして助刀を取り、歩行にして水牛に乗るです。これは、普代氏の発心の下の一節で、手にしっかりと隙を握りながら何も持たず、水牛の背に乗っていながらまるで自分の足で歩いているようだということで、隙で耕して隙を知らず、牛に乗って牛を知らず、隙と一体、牛の背と一つになった無念無心の三昧の境地を表します。それでは今から空手にして助刀を取り、歩行にして水牛に乗るを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。